こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃーん、こちらの韓国のインスタントラーメン、ジャージャー麺を使ってちょっと豪華なジャージャー麺を作りたいと思います。じゃあ作り方いきたいと思います。じゃあこちらが今日使うジャージャー麺ですね。パルドーさんのやつです。で、中身は麺とソースが1個入ってます。で、まずは玉ねぎを切ります。玉ねぎは粗いみじん切りにします。玉ねぎは全部で3つ使います。長ネギは小口切りにします。じゃあ豚肉は食べやすい大きさにカットします。部位は豚肉であれば何でも大丈夫です。油を結構多めに引いて、ニンニクと長ネギを炒めます。香りが出てきたら玉ねぎを入れます。豚肉を投入します。豚肉に大体火が通ったらお醤油で味付けします。フライパンの方にソースを入れます。うわ、真っ黒ですね。強火で炒めます。焦げないようによく混ぜてください。麺を移します。そして麺をソースにあえます。で、完成です。じゃん、完成です。で、こちらジャジャン麺と、あとステーキも焼いてきました。いただきます。で、今日のドリンクはですね、こちらチャミするとチルソンサイダー飲みたいと思います。友達に教えてもらったんですけど、チャミするとチルソンサイダーを割ると美味しいんですって。チルソンサイダー甘くて美味しいですよね。大好き。乾杯。あー、美味しい。いただきます。普段食べるジャージャー麺より具沢山で美味しいです。この玉ねぎがちょっと食感が残ってるのがいいですね。ステーキです。で、今日はこのね、ステーキをどうせなので、せっかくなので、かじりつきたいと思います。あえて切らずに。イエーイ。うん、やっぱ牛肉は最高です。ジャージャー麺にも豚肉が入っとるから超豪華です。このソースはね、味をなんて言い表したらいいんですかね、辛くはないんですよね。で、香ばしいソースでめっちゃ美味しいです。でも焼きそばのソースよりももっとドロッとしてて、なんか焼きそばのソースみたいな、ああいうスパイシーな味はしないんですよね。なんて言ったらいいんだろう。でもめっちゃ美味しいです。なんか油もたっぷり絡んどって美味しい。17.2 ってめっちゃ度数高いですね。そんなに高いんだ。飲みやすいから超危険。
私は韓国で一回チャミスル飲みすぎでやばいことになったことがあります。なんか普通のお酒より超飲みやすいから、なんか思った以上に酔ってるんですよね。気づいたらさん、お酒を飲みすぎには注意してください。私が言うのはなんだけど、この黒いソースは美味しい。ご飯とかよりも麺に一番よく合う気がする。この具材だけだったらご飯にのせて食べても美味しそう。あ、強いです。このチャミスルのこのジンドの会社のこのカエル可愛いですよね。カエルのマーク。この。はあ。韓国でジャジャン麺食べた時あったんですけど、美味しかったですね。でも今日食べるジャジャン麺も美味しい。なんかでも海外に行ってた時のことがなんか遠い昔って感じがする。今野菜がの一口です。うん、ごちそうさまでした。具沢山のジャジャン麺めっちゃ美味しかったです。いや、ステーキもやっぱり美味しかったですね。ジャジャン麺はソースも美味しいんですけど、こう野菜とかお肉もたくさん入っててそれも美味しいですね。でとても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日も世界中のみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。レッツイートアンドスマイル。じゃあ皆さん、うがい手洗いマスクソーシャルディスタンスしっかり対策して早く平和の世の中を取り戻しましょう。バイバーイ。やっぱチャミスルは強いですね。酔っ払います。ビールだったら普段いっぱい飲んでも酔わないんですけどね。まあ 17.2 ですからね、結構強いですよね。